ガイウス・ドゥイリウスは、第一次ポエニ戦争の時期に登場した、共和制ローマの政治家。ドゥイリウス氏族は、紀元前5世紀に、古民間、紀元前4世紀には、失政官とトリブヌスメリトムコンスラリポテスタテを一人ずつ出している、プレブスの一族である。第一次ポエニ戦争中の紀元前260年、ドゥイリウスは、失政官に当選する。同僚は、 グナエウス・コルネリウス・スキピオ・アシナで、アシナは海軍を、ドゥイリウスは陸軍を担当していた。しかし総戦に不慣れなローマ軍は、初戦のリーパリ諸島の海戦で同僚のスキピオ・アシナが捕虜となったため、ドゥイリウスが総司令官となり、その後カルタゴ司令官、ハンニバルギス・コヒキール残存勢力と遭遇する。そして、未来沖の海戦で大勝利を収める。これは、ローマ軍の新兵器、 コルウスをこうおそうした結果であった。ドゥイリウスはこの戦いで多くの敵戦を打破、その中には敵将ギスコの乗る機関も含まれていた。この戦いはローマ軍が海戦で初めて勝利を収めた戦いであった。ヨハネス・ゾナラスによると、ドゥイリウスは最初から海軍を率いており、ローマ軍の海での不利をカバーするためにコルウスを公案したことになっている。この海戦の後、 シキリアでカルタゴ軍に包囲されていたセゲスタを解放し、負け、ラを落とした。これらの勝利に、ドゥイリウスは初めて海軍で外戦式を行う栄誉を得て、ロストラ柱が建てられた。また、外食から帰宅するとき、松明と笛吹きに先導される特権を与えられた。紀元前258年には、ルキウス・コルネリウス・スキピオと共に観察官を務めたが、 詳しいことは分かっていない。また、紀元前231年には選挙管理のため、独裁官に指名されている。19世紀以降、近代イタリアでは、ドゥイリウスのイタリア語表記であるカイ、カオドゥイリオと名付けられた軍艦が4隻、建造されている。ありがとうございます。